兵庫県斉藤知事失職による出直し知事選に今田耕司が放った批判覚悟のまさかの本音。雨が降る中わざわざ立ち止まってお声掛けいただきありがとうございました。お一人お一人の応援が励みになっております。兵庫のために頑張ります。10月に入り失職後、通勤通学客にひたすらお辞儀を繰り返す斉藤元彦前知事の最近の X の投稿だ。その背後では各局のテレビクルーが県民にインタビューする姿も見られる。その姿をとおまきに撮影する報道各社の記者とカメラマン。それとは別に SNS 発信などで斉藤氏をサポートするスタッフが数人ほどいる。3年前の前回選挙にも関わった神戸阪神間の若手経営者らのほか、今回新たに加わった人もいるという。たった一人ゼロから出直しと斉藤本人は強調するが、告発文書問題が連日報道されて知名度は高まり、批判を浴び続けたことで逆に応援したいという声も出てきているという。すでに X のフォロワーは11万を超え、投稿するたびに何万ものいいねがつく。斉藤に声をかけ握手を交わしていく人も少なくない。そんな斉藤前知事にお笑い芸人の今田耕司が批判覚悟の本音を語ったが、斉藤前知事の言い分。斉藤元彦兵庫県知事の失職前の最後の公務は、県幹部職員約25人が居並ぶ政策会議でパワハラと告発された自らの言動について、厳しい言い方でなんでできないのか、こういうことをやってほしいと言ったことも確かにある。皆さんには不快な思いや負担を負わせてしまった。私が至らなかった。それぞれの現場で一生懸命やっていただいたことにまずありがとうと言うべきだったと反省の弁を述べた。最終登庁日となった9月27日、斉藤氏は幹部職員に頭を下げた。そして86人の全議員から不信任を突きつけられた県議会の各会派をアポなしで回った。午後5時50分、私物を詰めた紙袋を下げて県庁1階のロビーに姿を見せた斉藤氏は、私はもっといろんな政策をやっていきたい、ぜひ県民の皆さんの力をいただいて県庁に戻ってきたいと集まった報道陣に言い残すと、ミニバンのアルファードで走り去った。アルファードは井戸と静前知事が乗っていた高級セダン。センチュリーは高額すぎると3年前の選挙で見直しを公約した公用車である。体調を見送りに来た職員や県民はわずか十数人、県議は維新の会の一人だけだった。斉藤氏は最近のテレビ出演時も批判や苦言、厳しい評価には耳を塞ぎ、自分の希望や都合の良いことだけを一方的に語っていると言われたりもした。これは斉藤氏の知事就任間もない頃からこの兆候はあったという。県内の市町長に会おうとせず、当時明石市長だった泉房穂氏の電話を着信拒否したり、 SNS の批判的意見をブロックしたりしたことが問題になっていた。そんな姿を見てある県政担当記者は、あのメンタルでは一気を念持たないんじゃないですかと漏らした言葉が今現実になっていた。失職してから10月に入ると、斉藤氏はダークスーツで背筋をピンと伸ばし、駅前などでおはようございます、ありがとうございますと通勤通学客にひたすらお辞儀を繰り返し、斉藤氏は徐々に報道陣との取材にも答えるようになる。前明石市長でコメンテーターで弁護士の泉房穂氏との関係性について言及する場面もあった。泉氏も斉藤氏がこういうことになるのではと知事就任直後から予見しており、最近のテレビなどでも、兵庫県の知事なんだから兵庫県内の市長や町長らとも密に連絡を取り合うべきと言ったら、いきなり着信拒否されたという旨をたびたび発言していた。そこでかつて泉氏を着信拒否しているという噂について問われた斉藤氏は、激しい方だったのでと否定しなかった。そして泉氏は、着信拒否は人生で初めてのことで、今も一人だけ激しい方と言われても、これまでに着信拒否をされたことはないとこぼしていた。泉氏は明石市長時代、子育てや福祉の取り組みは高評価される一方、道路拡幅工事に伴う立ち退き交渉が進まないことに苛立ち、火をつけて捕まってこい、燃やしてしまえなどと担当幹部を叱責したことが発覚して出直し市長選挙をしたり、
市政運営をめぐってたびたび市議と口論し、もう議員辞めてまえと発言する騒動も起こすなど、歯に衣着せぬ発言も多かった。怒りをコントロールするアンガーマネジメントの講習を受けていたほどの泉氏、斉藤氏には斉藤氏なりのそれなりの理由があったようだが、その斉藤氏とのやり取りは泉房穂氏自身のラジオ番組でも取り上げられた。ゲストで元宮崎県知事の東国原秀夫氏は、僕も県知事でしたよ。市町村の長からの電話の着信拒否をするって相当ですよ。これ市町村とは密に連携して行政はやらないといけない、それを着信拒否するってと、斉藤氏の行動に改めて絶句した。泉氏もこれを受けて、私はこんなキャラなのであれですけど、人生で着信拒否って初めて、今のところたった一人だけですねと打ち明けた。東国原氏は、斉藤さんがこうおっしゃったんですよ、泉さんややこしいじゃないですか、うるさいじゃないですか、着信拒否したんですよと斉藤氏の釈明を伝えた上で、この一言でアウトです、その県知事はアウトと断言した。なおも東国原氏は、絶対どんな相手でも着信拒否はしちゃダメ、だから僕は今回の斉藤知事がいろんなことを弁明されているけど、一時が万事だなと思いました、こういうことをする人なんだなと。この一件を機に東国原氏は斉藤氏に対するイメージが固まったことを明かした。今田耕司が放った批判覚悟のまさかの本音。そんな斉藤前知事への見方が変わってきたというのが、お笑いタレントの今田耕司だ。まずは、ちょっとわからなくなってきたというかと切り出すと、最初はパワハラおねだりで、自分のことを話さないで周りの情報ばっかりで、なんでこの人辞めないんだろうの一辺倒だったんですけど、今いろんな関西の番組出たり自分の言葉で話し始めたりして、こういう気持ちでしたと言ったら違うようにも見えてきたと明かした。パワハラ告発者の元西播磨県民局長への対応については、今田はそこはちゃんと考えなダメなんですけどとした上で、前とは印象が変わって、もしかしてこの人は一人で戦ってるのかもと思ってしまうくらい実績があったりと指摘する。斉藤氏は最近テレビ番組などに連続して出演し、就任3年の実績をアピールを繰り返し、改革に取り組んできたと主張している。斉藤氏の前の井戸前知事が5期20年も続き、最後の方は閉塞感があったのは確かで、井戸前知事側が後継として当時兵庫県副知事だった金沢和夫氏を推したが、兵庫県民はノーを突きつけ、改革派で当時43歳の若きリーダーの斉藤元彦氏を選んだという経緯がある。斉藤知事の就任後の2021年12月、兵庫県は外郭団体の役員などについている65歳以上の県職員 OB56 人に対し、本年度末までの退職を求めており、さらに自身の改革の成果として、外郭団体役員に再就職した退職職員の年齢規制を上げている。また県立大無償化事業や県庁舎再整備計画の撤回など、行政改革で県の貯金が100億円を超えたと公約の達成をアピールしていた。それを踏まえた上で今田氏は、天下りをやめるとかっていかにも上の偉い職員の人が、あいつを潰せってクーデターも起こりそうな感じ。事実はわからないけど、もしかしたらこういうふうに思ってる県民の人もいて、この50日の動きでもう一回復帰がありえたりするのかなと、斉藤氏の再登板の可能性を語った。一方で、ただ県職員の人みんなノーじゃないですか。万が一もう一回知事になれたとしても一緒に働いてくれる人いるのかなと思うと、県民の人は不安ですよねと懸念点も指摘した。それでもブレない斉藤前知事、たった一人ゼロから出直しと斉藤氏本人は強調するが、最近では兵庫県民から応援したいという声も出てきているし、街頭で斉藤氏に頑張ってと声をかけ握手を交わしていく人も少なくない。20代前半の若者は、斉藤氏に対するメディアの批判は過剰だし、百条委員会も全部見たけど報道と違うと感じるところもあった。県庁内でいろいろ抵抗があったのかな。斉藤さんは若者 Z 世代応援をかなりやってくれていた。評価するべきところは評価したい。3年前も投票した者として、
ちゃんと最後まで追わないとと思っています。また50代の主婦は味方が一人もおらず、どれだけ誹謗中傷を浴びても真摯に対応されている。お辞儀や話し方などの所作からも信頼できる方だと思います。これまでは政治に興味がなく、斉藤知事が何をしたかも知らなかったけど、今回いろいろと学びました。やっぱり改革しようと思えば抵抗勢力は必ず出てくるものだし、もう少し丁寧に進めればよかったのかなと語る。もちろん会見などでの発言で斉藤氏は自分の言動に不適切な点もあったことは認めている。しかしそれは発言の表現などについてのものであり、問題の本質であるパワハラや公益通報への対応については終始適正だったと言い続けていた。9月、兵庫県議会の百条委員会の承認尋問に応じた斉藤氏は開き直ったとも取れる発言をした。道義的責任がないかはわからない。それは委員の個人的な意見、理由は本人しかわからないと、県幹部も含めて複数の職員が同じ証言をした内容にも記憶にないと繰り返した。斉藤氏は表面的なお詫びはしても、本質部分では終始一貫して一度も謝罪はしていないと言えるかもしれない。斉藤氏の今回の判断は、失職を受け入れた会見で述べていたように、結局は今回の件は知事を辞めるほどの問題ではないという理屈になるようだ。ただ10月1日、斉藤氏が駅前でひたすらお辞儀をしている頃、斉藤氏と同じある意味信念がぶれない政治家石破茂氏が新総理に指名されていた。ただ総理に就任するや早速反安倍派の議員を徴用し、否定的だった早期の衆議院解散総選挙を早くも改め、10月15日公示、27日投開票と打ち出したのだ。さらに派閥の政治資金パーティー裏金事件で処分を受けた議員らについても、次期衆議院選で原則として公認する調整に入った。地元の公認申請も踏まえて最終判断するとみられるが、そもそも石破氏は自民党総裁選への出馬表明時、公認について徹底的に議論されるべきだと強く発言していたのにもかかわらずにだ。それには泉房穂氏も自身の X で、一定の期待をしていただけに残念でならない、政策論争をして争点を明確化してから有権者の判断を仰ぐと訴えていたにもかかわらず、いきなりの手のひら返しとは情けない。総裁になった瞬間に嘘つき政治家に変貌するとは、結局は政治屋だったということなんだろうかとつぶやいた。泉氏ならずとも与野党からソース感を食らっているばかりか、世間からもがっかりした、ブレブレとの声が早くも伝わってきた。そして10月4日石破新首相が国会で所信表明演説を行った。岸田文雄内閣の成果を語る一方で、肝心の政治と金をめぐる問題の反省も述べたが、その石破総理のブレブレの姿勢には厳しいヤジが飛んだ。大音量のヤジが渦巻く中、石破首相は大声で、勇気と真心を持って真実を語り、国民の皆様の納得と共感を得られる政治を実践することにより、政治に対する信頼を取り戻し、日本の未来を作り、日本の未来を守り抜く決意であります、と言い切った。斉藤知事の失職に伴う知事選挙は、衆議院選挙の10月27日投開票直後の10月31日告示、11月17日に投開票の日程で行われることに決まっている。衆議院選挙の結果を見てから出直し知事選に入るわけだが、その影響は必至だ。あくまでブレない斉藤氏のこれからの活動と行方が気になるところだが、そこで皆さんは今回の斉藤氏の言動をどう思いますか？コメント欄で教えてください。